はい。では時間になりましたので、ただいまより JIA 全国学生卒業設計コンクール2020、北陸審査会を開催いたします。開催に先立ちまして、北陸支部長高谷、俊之よりご挨拶をお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。このような形で、学生コンクールをするということは想像だにしていませんでした。しかしながら、こうやって、IT といいますか、Zoom を使って、開催するに至りました。JIA、日本建築家協会は、34年、北陸支部も一昨年30周年を迎えることができました。そして新たな目標といいますか、SDGs という目標に向けて、始まったところではございますが、このような展開になって、我々建築家の役割、使命というのは、SDGs を含めてですね、このコロナ禍をどうやって克服するか、これは世界中の建築家にも課せられた課題ではないかなというふうに私は考えております。そしてこの新しい試みがですね、次のプロポーザルやコンペにもつながっていくんではないかなと、そういうふうに考えております。例えば世界中で行われるコンペやプロポーザルにも、このような形で、ひょっとしたら参加できるチャンスがあるのではないか、そういうふうに私は前向きに捉えたらいいのではないか。JIA がですね、始めようとしております。学会はもう、建築学会はもう今年の分は中止をしたというふうに聞いております。JIA がですね、このような形で、コンクールを開催できた、成功した場合はですね、次々とまた同じようなことが起きてくる可能性があるかなと思います。本日審査にあたりまして、塚田信弘さん、そして、百田祐樹両審査委員長、よろしくお願いいたします。そして福井地域会からは伊藤さん、石川地域会からは山田さん、ご無沙汰しております。それから、富山地域会からは、シュワリさん、ちょっとやりにくいことはあるかと思いますが、精一杯ご審査の方よろしくお願いします。また今日ご参加の11名の北陸の4大学1高専ですね、の学生諸君には、ぜひともですね、コロナ禍にもめげずに、頑張って日頃の成果を出していただきたい。このことはぜひとも今後の先ほども言いましたような離れていても参加ができることにつながるのではないかなというふうに私は思っております。そしてこの準備をしていただきました山田哲也委員長ほか皆さんに、敬意を表したいと思います。冒頭にあたりましてワイキキハワイからお送りいたしました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。高谷さんありがとうございました。続きまして、ちょっと先ほど高谷さんからも軽くご紹介はありましたが、本日審査していただく審査員の皆様のご紹介をいたします。ゲスト審査員として、塚田信弘建築設計事務所より塚田信弘様。よろしくお願いします。ゲスト審査員として、O プラス H より百田祐樹様。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲスト審査員のお二人には、本日は審査委員長という立場で参加もしていただきます。よろしくお願いいたします。続きまして、福井地域会より、伊藤瑞希建築設計事務所より伊藤瑞希様。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川地域会より、アトリエより山田のり子様。よろしくお願いします。はい、富山地域会より、スタジオシュワリよりシュワリサトシ様。よろしくお願いします。はい、の3名に、審査員として参加していただき、計5名により本日の審査を行っていただきます。審査員の皆様には長時間にわたる審査になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
最後に私、本日司会進行を務めさせていただきます、実行委員の山田です。まあ、ウェブ審査となり、不慣れな点が多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日、続いて、本審査会のご案内をいたします。本日の審査会では、参加者によるプレゼンテーションを行った後、審査員の方々によるディスカッションを得て、優秀賞を2点、関東賞を1点を選出いたします。優秀賞の2点は、10月3日土曜日に行われる JIA 全国学生卒業設計コンクールへ推薦することになっています。皆様頑張ってください。では、早速プレゼンテーションに移りたいと思います。はい、それではお願いいたします。はい、始めます。水際の系譜と題しまして、金沢工業大学の坂が発表します。失われた町の誇りを取り戻すために、建築に何ができるのかを考えます。対象エリアである金沢市大野町は、町の中央に流れる大野川を中心として、北前線の寄港地として栄えていました。しかし、1954年に始まった金沢港の巨大な開発によって、大野の港の機能は失われ、1000年以上続いた町と川との関係が終わってしまいました。しかし、そのような負の歴史自体を変えることはできなくても、歴史の捉え方をポジティブなものへ変えることはできると思います。今まで大野が培ってきた歴史をないがしろにするのではなく、今まで培ってきた歴史があるからこそ、今が幸せだと思える方がずっと豊かなのではないでしょうか。そこで本プロジェクトでは、大野に残されたなりわいの跡を拾い上げ、今の町と強く結びつけることで、失われた大野の誇りを取り戻すことを目的としています。具体的に建築を計画する敷地について説明します。なりわいの消失によって生まれてしまった負の遺産を計画敷地として選定します。今回敷地として選んだのは広すぎる道路を持った護岸です。ここは大野が港町だった頃、300メートルにわたって海鮮問屋が立ち並んでいたエリアです。しかし、海鮮業の衰退とともに海鮮問屋が撤退していき、建物が持っていた18メートルの奥行きがそのまま道路に転用されました。さらに今では大野の外から来た漁業組合が写真の赤色に当たります。護岸の半分を占拠しており、市民は川へ近づくことができなくなりました。今の護岸はもともとあった18メートルの幅を市民と組合できれいに2等分することで平等を謳っていますが、その現状は2車線の道路にしては広すぎる、組合の作業場にしては狭すぎるという空っぽのスケールだけが残っているのが現状です。私はサーベイの中で町、市民、漁業組合の間にある亀裂を目の当たりにし、町にいる人々が町を共有できる仕組みを作る必要があると考えました。そこで提案です。まずは配置と平面の構成です。今は漁業組合が護岸の半分を占拠しており、市民は川へ近づくことができません。そこで組合の管理体制を平行なものからこのようにジグザグにすることで、護岸の持つ奥行きを公園のような奥行きへと変えます。そうすることで市民と組合が護岸の持つ奥行きを共有できるようになります。市民は町から川へ、組合の人々は川から町へと活動が伸びていきます。続いて形の話をします。町が持っているポテンシャルを強く訴えるためのモニュメンタルな形を提案します。漁業組合が使っている網は干すために広いスペースが必要になるため、網を干す場所をめぐって市民と組合の間でしばしば対立が起こっていました。そこで南北方向に連なる一本の波形の形を提案します。南面を向いた波形に網をかけることで、網を干すという振る舞いを大野にしかないかけがえのない風景として昇華させます。このように南面を向いた波形に網を干したり、既存の土台、橋の土台に波をかけて既存の食堂の待合室に転用したりと、
このように波形はちぐはぐになってしまった町と人々の関係をもう一度強く結びつけるための形です。300メートルにわたって連なる波形の土木的な力強さと波形とリンクする人々の振る舞いが大野にしかない力強い風景を作り出します。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答をお願いいたします。ではじゃあ、塚田からちょっとお話聞かせていただきたいんですけど、はい、まあ、この時間は質疑応答ということなので、まあ、批評評価というものは加えないでちょっと質問だけに集中させていただきたいんですけど、はい、ここのどうやって使われるのかという話がね、はい、食堂の待合と網を干すというなんか2種類は提示していただきましたが、それ以外にどういったプログラムがこの建物の中にあるのかみたいなもの、はい、そういった想定があれば教えていただけますか。はい、今大野ではその漁業組合の人々がそのお仕事で使うその物の荷置きであるとかその作業場っていうのがあるので、まずそこは確保していて、あとはそのバス停を提案して、バス停とか市場を提案しています。っていうのは市民の人々と漁業組合の人がその生活の中でその川とうまく付き合っていけるっていうか、その生活の中でその必然的に川と付き合うことになるようなそのプログラムを挿入するようにしています。その今の必然っていうのをバス停、待合、もう一つぐらい教えていただけます。あとは公園ですかね。公園です公園、公園ね、はい、まあ、はい、そういった公園的に何でも受け入れられる場所であるというような言い方の方がまあ正しいんですか。あ、はい、そうです。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。じゃあ100だから質問させていただいてもよろしいでしょうか。はい、この漁師さんたちっていうのは、はい、この近くに住んでいる人たちでしょうか。近くに住んでいる人々もいますが、大野の人はそんなに、大野に住んでいる人はそこまでいなくて、大野の町の外から来ている人がほとんどです。じゃあここの漁師さんたちっていうのは、他のところに住んでて、ここにやってきて船で漁に出て、お魚は、はい、ここに水揚げをするんですか。はい、そうです。ここだけではなくて、対岸にももう一つ大きなスペースがあるんですけど、ここ自分が計画している護岸と、もう一つその網上げをしている大きなスペースがあります。じゃあお魚をここで、陸に上げて、はい、市場には陸から持っていくっていうような、そういう、あ、はい、そういう想定です。あ、そういう形になっているということですね。はい。ここに住んでいる人たちっていうのはどういう人たち。ここに住んでいる人たちは、その昔なりわいが海鮮業があった時に、その醤油を醸造するためのその材料が持ち運ばれて、そこから醤油の醸造が始まったんですが、大野の町で醤油を醸造している人であったり、あとはその町の外に出てその働いている人たちがほとんどです。わかりました、ありがとうございます。あ、すいません、質問いいでしょうか。シュワリです。はい、この、今、漁業組合が、使う領域と、はい、市民が使う領域をジグザグに、こう平面的なジグザグにっていうところで、はい、できると思うんですけど、はい、まあ、屋根の上にこう網を干したりとかっていうパースも出てきて、はい、その立体的にその使う領域っていうのは変わって、入り組んでいたりとかするんでしょうか。あ、はい、配置のところで補足したいので、何ページ、14ページを開いていただいてもよろしいでしょうか。あ、ごめんなさい、佐賀君、審査員の皆様はこの B の方を見られてます。あ、なるほど、わかりました。3の提案の平面のダイアグラムのジグザグの方を見ていただきたいんですが、これは、ジグザグにするための基準線をその町から引いていて、例えばその家があるところはその、家からその川に対して活動が伸びるようにその町の人の領域を増やしてあげて、逆に空き地があるところは、その川からその空き地に対してその活動が伸びていくように漁業組合の人の領域を
あの町の方に拡張してあげるっていう操作をしています。これ、上、屋根の上を漁業組合の人が網干して、あ、の屋根の下を市民が使うとかっていうことも考えてるっていう形ですか、ね。主に建築の中はその、漁業組合の人の作業場であったり市場である想定で、青い、逆に建築がないところは市民の人が使うという想定です。あ、でもその市場の中にはその漁業組合の人だけじゃなくて市民の人々も入ってこれるような想定です。わ、うん、かりました。理解できました。ありがとうございます。では5分になりましたので、終了いたします。佐賀君どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、侵略による強制と題して福井大学山口が発表させていただきます。約70年もの間、ダム事業に翻弄され続けた町がある。住み慣れた土地を失い、地域のつながりや歴史も失われていく。これはいわば侵略の形ではないでしょうか。巨大な力を前にしたとき、人と自然は目的を一つにし、共に生きる道を探し始める。敷地は群馬県長野原町にある八ッ場ダム計画地です。住民の反対や環境破壊の問題で停滞していたダム開発は、70年の時を経て今年の3月に完成を迎えました。水没地には河原湯温泉という温泉街や吾妻渓谷という美しい自然が広がっていました。はい、また、また水没地域には長野原町の5つの地区が該当し、それぞれが高台の移転地へと分散しました。問題提起です。たくさんの課題が残る八ッ場ダムですが、その中で私は特に2つの問題点に注目しました。一つはコミュニティの分散です。進展しないダム計画に憔悴した多くの住民が別の町へ移り住み、残されたわずかな人々は大きな不安を抱えています。また、二つ目の問題点として、上流域に温泉街や観光地を抱える八ッ場ダムでは、アオコの大量発生が危惧されています。アオコは生態系を破壊し、住環境を悪化させてしまいます。侵略者と共通の弱者。二つの問題点に加え、この地では、住民と自然が共通の弱者として存在していることを大きな特徴として捉えました。ダム完成後はダム開発、ダム完成後は青子や台風が侵略者として民社を襲います。これらを前にしたとき、人と自然の目的は一時的に一致し、この地ならではの共生が生まれるのではないかと考えました。これらの背景からダム湖を舞台に湖の浄化を足掛かりにした自然との共生のあり方を示すことを卒業設計の目的とし、湖上で広がる物語を描きました。物語はある一人の男から始まります。男には湖の向こうに住む恋人がいた。橋を渡れば会えるその距離も二人にとっては遠い。湖の上を歩いていけたらいいのに、女は言う。男は湖を見下ろす。この息苦しい場所から飛び出して、あの湖の上で二人暮らせたらどんなに自由だろうか。設計概要です。ダム湖のような溜まり池では、浮島型の人工魚礁や爆気装置による浄化が行われています。これらを建築に落とし込み、浮島の上で人々が生活できるようにします。A は広場型、B は施設複合型の浮島です。浮島は独立したり結合したり固まったりしながら有機的にダム湖を漂います。浮島は水位の変化によりいつも違う顔を持ち、さまざまな生活場面、生活を豊かに生み出します。ダム湖には多くの浮島が生まれていきますが、その中で新しい生き方の核となる3つの機能をモデルタイプとして設計しました。結婚式場、葬祭場はこの地で生きることを実感させ、週末住宅は外部の人間が自然と向き合うために機能します。葬祭場でおじいちゃんが死んだ。湖の上の葬祭場でおじいちゃんを見送る。ふとおじいちゃんがよくしていた昔話を思い出す。じいちゃんが子供の頃は、湖の底には町があってみんなで暮らしとったんだよ。あれって本当の話だったのかな。螺旋階段を上り外に出る。山と湖、見慣れたはずの風景がなんだか違って見えた。最後にダムの水位変化に対応し、
水位差が50メートル最大であるこのヤンバダムにおいて、水面に降りていくための桟橋を提案しました。桟橋は必然的に塔の形になり、またこの桟橋は浮島とは違い、地盤に固定されているため、水位の変化によって普段は人が立ち入れない自然の領域が見えてきたり、また人の領域が自然に侵されたり、そういった人と自然の境界が曖昧な場所になるのではないかと考えます。この場所で人は自然を初めて認識できます。各場面のパースです。で、模型写真です。最後に、ゆっくりと月日が流れ、浮島は増殖し、次第に湖面を覆う。浮島には3つの機能の他にも、美術館や図書館といったさまざまな施設が建てられるかもしれない。人々の楽しそうな声が渓谷にこだまする。だが、ダムにはいつの日か寿命がやってくることを皆さんはご存知でしょうか。70年前に抗えなかった選択を再び迫られる日がやってきます。その時人々の中には、古城での強制から得た、かつて与えられなかった選択の自由、それが広がっていることを、この卒業設計で期待します。以上で発表を終わります。ありがとうございます。それでは質疑応答をお願いいたします。では伊藤ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと読み込めてないかもしれないんですけども、そもそもその5つの村に分かれてしまったという村は、もともとは1つの村だったということなんでしょうか。そうですね、敷地図を出していただけますか。水没したのは長野原町の5つの大技で、もともと5つの地区には分かれていました。ただそれが渓谷の下で隣り合っていたものが、湖を境に分散してしまったということを問題点として挙げています。それで、浮島を用いることによってこれらをつないでいきたいということなのかなと思って見ていたんですけれども、はい、村同士がつながるような絵がちょっと見つからなかったので、その辺をどう考えているかということと、その浮島に対してどういくのかっていうのがちょっとわからないので教えてください。はい、桟橋のスライドをいいでしょうか。すいません、ですね。桟橋を設けることで、その水位差が最大で50メートルあるんですが、階層的に降りていけるような仕組みをこの桟橋に持たせています。で、桟橋から小さな浮島が連結し、小さな浮島は歩行空間として、で、さらにコアとして核として挙げた3つの機能のような大きな浮島空間に歩いていけるように、そういうふうにイメージしていました。また、桟橋は5つの地区すべてに作っています。はい、わかりました。じゃあ、よろしいでしょうか。シュワリです。よろしくお願いします。今、住宅があって、週末住宅っていう形になってて、はい。それ以外の施設が、美術館とか葬祭場とか、図書館とか、はい、結婚式場とかっていうのが出てきたんですけど、その生活するにあたって必要なその商業施設とか、そういった、スーパーみたいなものとか、そういう生活のインフラみたいなものに関しては何か考えがありますでしょうか。はい、機能として、挙げさせていただいた3つを、選定するときに、その商業施設とかが実際に必要なんじゃないかっていうことは考えたんですが、実際この地にとっては、その移転地に住むところだけが今作られていて、実際そこから車で5分10分行ったところに一応町はあって、そこで生活はなんとか行えているという感じなんですが、何かこの地で商業施設によってなんか街を活性化させるっていうイメージはちょっと違うような気を自分は受けていて、それよりもこのダム湖っていうものが負の遺産としてではなく、なんかなんていうか逆に魅力的な空間になるように考えた時に、このダム湖の上に広がるのはそういった商業施設がメインではなくて、
何かこの地で生きる意味のようなものを住民が探していけるような場所なんじゃないかなと思って、結婚式場や葬祭場っていうものをイメージしました。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。お願いします。あ、すみません、まだ時間ちょっとありますが、他の方よろしいですか。はい、じゃあよろしいですか。はい、山田です。一つお聞きしたいことがあって、構造的なことなんですが、桟橋の方はこの下の方までしっかりと伸びて、まあ、建築的になっていると思うんですが、浮島の方は基本的には浮いてるっていうような認識でよろしいんですか。あ、マイクがミュートになってます。失礼しました。この一つ前の資料いいでしょうか。1ページ前ですね。はい、ここの右上のシステムってところちょっと薄くなってしまっているんですが、なんか固定方法としてアンカーを下ろすっていうのを考えています。特にその大型の施設と一体になった形の浮島にはアンカーをつけて、でさらに小さい浮島はそういった固定された大きな浮島にチェーン、鎖などでつながっているといった想定です。そうそう、船のようなイメージですか。そうですね。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、それでは時間になりましたので終了いたしたいと思います。山口君、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大丈夫です。はい、ではお願いいたします。はい、漆文化を継承する風景、富山大学小林が発表させていただきます。あ、1個前ですね、すみません。漆とは漆の木を傷つけることによって取れる樹液のことです。10年ほどの成長サイクルを持ち、日本の暮らしや文化を支えてきました。漆産業は分業制が確立されており、漆を採取する、漆かき、生成、生地師、主というふうに分かれています。漆は1年かけて採取され、役目を終えた漆の木は伐採されます。漆産業の背景は、職人の高齢化や後継者不足に伴い衰退しつつあるのが現状です。また現在は安価な中国産漆の輸入に頼っており、漆林の管理体制が整っておらず、国産漆の姿は少なくなり、漆の文化が忘れ去られようとしています。このまま日本の暮らしを支えてきた漆の文化がひっそり消えてしまっていいのでしょうか。そこでこの漆を介して、町の暮らしや産業、文化、森林など周辺の風景が紡がれていく拠点の提案を行います。一般的な箱物の体験施設ではなく、職人のなりわいの場が核としてあり、体験プログラムや研修の場が付随することで、漆をもらいに来たり、漆器を直しに来たり、苗を植えたり、暮らしの中で職人と交流し、漆の文化を知ることができるような場を作りたいと考えています。対象敷地は福井県鯖江市川田地区、越前漆器の産地として約1500年の歴史を持ちます。計画敷地は町の入り口に位置し、東側に小学校や幼稚園があります。建物の機能は各種工房やカフェショップ、ギャラリー、研修生が宿泊できる場所などを設けます。漆畑や周辺のランドスケープも含めて提案します。計画敷地は放置された人工林のため、漆器の生地に使う欅なども一緒に植樹することで、かつての根高林に戻し、間伐材を利用するなど森林保全にもつながるのではないでしょうか。漆畑のダイアグラムです。木を植えるラインを同心状に広げ、枝葉が重ならないようにしながら、どの区画でも同じ本数が育つように計画します。一つの区画に同じ年の苗を植えた場合、日当たりが悪い場所は安定した収穫が困難になります。そこで一つの区画を9つに分等して苗を植えていくと、敷地全体を巡るように安定した漆の収穫を行うことができます。このように10年後には漆の木が植えられます。10年目には漆が伐採されると、そこは1年間散策路になり、もともと散策路だった場所には新たな苗が植えられ、毎年散策路がぐるぐる変化していきます。次に建物についてのダイアグラムです。木のピッチに合わせてスラブや屋根をかけ、傾斜地に対して新たな支点場を作り、見せたい方向に屋根をかけ、支点の操作をします。また、
木々のピッチに合わせて何本か柱の実が立つ場所を設けます。訪れる人々が主体となって柱に間伐材やを利用した針や床をかけることで、ある年にはギャラリーが現れたり、違う年には休憩スペースができるなど、年月や四季の変化に伴い、さまざまな場所が仮設的に立ち上がっていきます。建物を配置していくと、このような平面計画になります。山側の建物群の断面です。漆の森が一望できる食堂。塗り工房は漆を塗る際に湿気が必要なことから半地下に。漆の保管場所は直射日光が当たらないように斜面に埋もれるように計画しました。8年目のとある散策路のパースです。夏には生い茂った漆を採取するイベントを行い、冬になると枝葉も落ち、漆の森に隠れていた建物が浮かび上がります。漆が伐採された道では、鉄骨柱に床や屋根をかけ、この森で一人前になった職人たちがワークショップを開きます。職人や町の人たちで立ち上げたデッキはみんなが集うシェアキッチンになり、斜面に埋もれている工房には屋根の裂け目から成長した漆の木々の木漏れ日が差し込みます。最後に、この場所で成長する漆や植物、ここで起こり得る暮らしや風景な産業など、たくさんの振る舞いが町の中の一つの風景として残っていくことを願います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。それでは質疑応答をお願いいたします。塚田です。よろしいでしょうか。はい。漆の木を植えていくランドスケープの説明は、それなりになるほどなというふうに理解できたんですけども、その後に、はい、実際建てる建築のね、作られ方の説明が少しちょっと大雑把なところがあったなと思っていて、木のピッチに合わせてスラブや屋根をかけていくのみでこう説明されてるんですけど、そこら辺もうちょっと、説明していただけると嬉しいなと。 木に対して柱がどうなり、それに対してどう梁をかけ、どう屋根の形になって、ああいうなんかこう折半屋根みたいなものになるのかみたいな、でそれがまあどういう効果を生んでるかというところまでちょっと説明していただけると嬉しいです。はい。パワーポイントだと、平面計画の1個前の13ページをお願いしたいんですけど、ここで大丈夫です。実際に漆の木は3メートルから 3.5 メーター間隔で、まあ、植えていくんですけど、そのピッチに合わせてまず柱を立てていきます。で、この柱は、ピッチに合わせというのは どういうことかなと、木を避けるということで、木と木の中間を狙って柱を立てるとか、そんなようなことですか。一旦設計を考えているときには、一旦全部漆の木のピッチで、漆の木を植える前提で考えていって、そこに建物を建つところだけこう漆の木を間引いていく感じで考え、本来木が建つところに柱を立ててるんだと。そうですね。そんなことですか。あ、わかりました。はい、はい、それで、はい、ごめんなさい。それで、一応これ全部鉄骨で作る予定なんですけど、そこに、簡易的な針を止めるためのボルトの金具が1メートル間隔で設置されていて、まあ、そこに、この地を実際作るときに多少は森を切り開くことになるので、そのときに生まれた間伐材とかを使って針を形成し、一応、なんですか、木地工房とか木材を生成、加工できる場所もあるので、そことかで、まあ、針の形にして、まあ、ボルトで留めて針が完成する。で、そこに垂木をかけて屋根をかけてっていう感じで考えていました。この屋根の形状というのは、屋根の形状が特徴的かなと思うんですけど、屋根の形状は、ダイアグラムの時に説明させていただいたんですけど、1個前、もう1個下、4番ですか。そうですね、屋根自体は、町に開けるように屋根をこうバサッと上げて斜めに上げている部分があったり、あとは工房、塗り工房から、漆を生成する工房がこうバッと抜けるように斜めにこう変えていたり、こう視線を向ける方向によって屋根を上げたり下げたりっていうのをしています。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。ちょっと敷地について質問なんですが、はい、
ここは1500年の歴史、漆の歴史を持って、はい、かつては多くの職人さんがいたという町を選んでるんだと思うんだけど、はい、かつてこの漆の木もここにたくさん植えられていたっていうことですか？そうですね、一応この場所に植えられていたっていうわけではないんですけど、この場所で、まあ、なんか多少なりとも植えて、そこに職人さんがまあ結構いたっていう事実があって、その職人さん自体は実際もっと岩手とかの方にこう出張じゃないですけど、そういう形で実際はこう生計を立てていたっていうのがあります。ただもともと漆の漆物の木もあって、漆が取れて、その場所に職人さんたちがその漆の作業ができるときはここで漆のこう仕事をしていて、生活をしていたっていう、そういう歴史があるっていうふうに思っていいんですか？はい、そうですね。でも今そのやっぱ管理体制とかがだんだん伴わなくなってきて、まあ、一旦全くゼロの状態になってしまったんですけど、今実際現地でも漆の木をもう一回復活させようってことで、実際植樹活動が行われているっていう感じです。いろいろその効率化していくときに、原材料は安いところから持ってきたりとか、そういうことをしていたんだけれども、もう一回その小さくその生産植物を育てるところから最後の漆器の作るっていうところまで小さくこう循環するような仕組みを作りたいっていう、そういう提案と思っていいんですよね？はい、そうですね。はい。よろしいでしょうか？はい。まあ、建物の配置のことでちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、敷地の中に建物がこうバラバラっと散らばってるんですが、はい、何か建物同士の関係性みたいなのがあれば教えていただきたいのと、はい、あとそのこの木を植え替えるタイミングでこの建物を仮設的にもう一度作り直すっていうことなんですか？そういうわけではないですよね？あ、そうですね。まず最初の質問から答えさせていただくと、一応建物の全体的な配置については、今この画面で言うと、イベントスペースとかが開けてる方に街が広がっているので、まあ、そっちに向かってまずガバッと大きく開くようにイベントスペースを取ってます。で、苗畑からまあスタートするっていうイメージなんですけど、基本的に職人さんは、左側の乾燥場とか生地工房から始まって、まあ、漆の精製塗りっていう感じでつながってるんですけど、一応この順番は漆を漆器を作る工程の順番で配置しています。で、さっき、建物の説明の時にも半地下にしているところとか埋もれているところを、その漆を塗るためとか光を遮るためっていうので、そういう施設は斜面に埋もれるように計画しています。で、漆の森の中の食堂っていうのは一番展望のいいところで全体の景色を見渡せたいなと思ったので、まあ、一番山の高い部分に面して出っ張るように配置したりという感じで考えていってます。で、2つ目が、あ、2つ目は建物変わらずこのままずっとこの場所に立ち続けるということです。あ、そうですね、変わらず立ち続ける、そう、工房関係は基本的にあんまり変わらないイメージでは持っていて、それに対してどちらかというと付随していく感じですね。休憩施設のデッキがこう張り出していったりとか、柱だけが立ち並ぶ部分もあるので、そこに、まあ、職人さんのためのワークショップのスペースができたりとかっていうふうに、まあ、年々こう姿を変えていくっていうイメージです。はい、わかりました。はい、はい、では時間になりましたのでこれで終了いたします。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。現代の踊りのための劇場建築、見る見せるの空間関係と街の要素を用いて、富山大学田中誠です。お願いします。現代の踊りコンテンポラリーダンスは自由度が高く、大掛かりな舞台装置を用いないなど古典的な踊りとは大きく異なっています。
また近年 CM やミュージックビデオなどさまざまなところで表現の手段として使われるようになり、カメラによるダイナミックな撮影や街で踊る事例もあります。このようなことから現代の踊りに最適な表現の場は従来のプロセニアム形式の劇場以外にあるのではないかと考えました。またダンスは立体的なもので360度から鑑賞できます。現代の踊りは大規模な、舞台装置の必要性がなくなったことで鑑賞の視点を固定せず観客が自由に視点を変えながら鑑賞することが可能だと考えます。そこで本計画では多様な踊りの場の中で動きながら鑑賞することをコンセプトに設計を行いました。多様な踊りの場は様々な要素が交錯している街のような場所のことで、動きながらの鑑賞はカメラのような視点を作り出すことを言います。そしてこの2つを形にするためにダイナミックな鑑賞視点を持つ映像を分析しました。主にミュージックビデオを中心に場所、規模、踊りの内容、鑑賞視点などを中心に分析しています。この調査から、道、部屋、水、広場の4つの要素にまとめ、これらを用いて個性のある4つの踊りの場を設計しました。詳しい内容は手元資料をご参照ください。この劇場の敷地は石川県七尾市和倉温泉街です。敷地は海に隣接し、対岸には能登島が見える豊かな場所で、周辺環境を取り入れた心地の良い空間を目指しました。ここからはプランについてです。劇場全体は3層のゾーンに分かれ、1階から順に楽屋、舞台、空中に浮かぶ帯の道になっています。帯の道は観客用の通路で、そこから2階の舞台空間へ降りていきます。楽屋と舞台の間には複数の入り口を設け、ダンサーは1階の楽屋から直接2階の舞台へ上がります。観客とダンサーが交わる舞台を2階にすることで、断面的にダンサーと観客のゾーンを分けるようにしました。全体イメージがこちらです。先ほどの4つの踊りの場はこのように配置され、舞台転換のように場を変えながら踊り進んでいくことを想定しています。そこに事務所や温泉施設、ダンススクール、カフェ、レストランなど、それぞれが分棟形式で配置され、街のような多様な空間を作っています。ここからは観客の動線に従ってプランを説明します。まず観客はこの円錐型のエントランスに入り、そこからカフェのある3階まで上がります。3階は帯の道が浮いています。ここはチケットがなくても入ることができ、舞台を見るきっかけを作り出す役割も持つ回遊型の道です。帯の道がある3階の平面図です。エントランスの建物から帯の道に出ると、下の様子や建物内の踊りの場の様子を覗くことができます。中央には大階段が設置され、そこから舞台へ降りていく動線です。公演後、そして幕間を過ごすホワイエは建物の間の空間です。狭い空間や開けた空間、多様な場所がホワイエとなり、かつ観客の移動通路にもなります。最後に屋根は必要なところのみにかけて内部化し、街を表現するような小さいボリュームに分割、またそれらの高さを変化させることで、より空間を多様化し、屋根の隙間から光を取り入れることも目指しました。この劇場は現代の踊りコンテンポラリーダンスの鑑賞方法を追求したもので、またこの劇場によって新たな踊り方が生まれてくることも期待しています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは質疑応答をお願いいたします。はい。シュワリです。質問いいでしょうか。お願いします。はい。まあ、コンテンポラリーダンスってこう、まあ、あえてこうストリートで踊るとか、まあ、例えばお寺で踊るとか、はい、結構その場所もすごく踊る人は意識して踊ってるのかなと思うんですけど、はい。まあ、このそれをまあ施設化するときに、まあ、道とか部屋とかってその形態、はい、形態以外で、はい、このコンテンポラリーダンスを踊る場として工夫しているところって他にありますか？形態以外で、はい、そうですね、まあ、形態以外となると、まあ、光の感じとかですかね。内部で踊る場所もありますし、ホワイエとして、間の空間っていうのを作ってるんですけれども、それはまあ、ホワイエとして、まあ、固定して使われなくてもいいと思っていて、で、そこも、まあ、舞台として使ってもらえるっていうのを考えているので、まあ、光の当たる外のような明るい空間だったりとか、
内部の、光の当たらないちょっと暗めの落ち着いた空間だったりとかっていうのはちょっとあの何ですか、照明の感じを自然光で作れたらいいなと思って少しあの工夫しながら、場所の多様性が出るように、計画したつもりです。この踊る空間の、質感というのはなんかホワイトキューブの中で光があって踊るようなイメージでしょうか？そうですね、あの今はあの真っ白なので、はい、あの光が、まあ、場所を作ってるっていう感じですかね。あまりこう中身の、部分で、なんて言うんでしょう、部屋とか道とかそういう台に沿っての、 あの場所は作っているんですが、あの細かい例えばテーブルがあったり椅子があったりとかそういうちょっと細かい部分っていうのは、置いていなくて、まあ、そこは、踊り手の、プロデュースっていうか、あの踊り手の人が、まあ、持ってきて入れたり、そこはまあ舞台として一応使えるようにたくさんの手をかけずに、まあ、でも多様な場所ができるようにっていうふうにあまり何も置いてないです。ホワイトキューブに近い感じです。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、よろしいですか？お願いします。はい、敷地の場所の選定と規模についてお聞きしたいんですが、はい、七尾っていう場所を選んだっていう理由と、はい、この規模かなり大きいと思うんですが、まあ、どういった方たちが来るかも含めて、そういったところを少しお話聞かせてもらえるとありがたいです。はい、ですね、まず場所について、温泉街の中にあるんですけれども、まあ、このコンテンポラリーダンスのための劇場を作るって考えた時に、まあ、今そのお話の中でもさせていただいたように、ミュージックビデオとか皆さんの目に触れる機会が多くなっているので、普段こうクラシックバレエとかであんまり劇場に行かないっていう方も、そのコンテンポラリーダンスを見てもらえるきっかけを作れたらいいなと思ったので、その場所にコンテンポラリーダンスとかダンスが好きな人だけが集まるんじゃなくて、温泉とかに来たその、まあ、ダンスいつも見ないよっていう方も温泉に来たついでにちょっと見てみようかっていうのを、狙ってわざと温泉街に、置いています。でもあのその敷地を選んだ、最大の理由としては、私がそこに行ってすごくあのいい場所なんですけど、今は何も建っていなくて、この敷地、今私が建てている敷地全部が、まっさらな状態になっているので、それは本当にもったいないと思って、何かうまく使いたいっていうのがあって、この規模感でこの場所でっていうことになっています。わかりました。はい、他の方よろしいでしょうか？あ、はい、はい、コンセプトのところで、その、周りを動いて鑑賞だったりだとか、踊りの中でこう鑑賞したりとか、あのダンサーについていきながら鑑賞したりとかっていうことが、言われていたんですけども、なんか それがこう特徴的にできている場所っていうのを具体的に説明してもらえるといいかなというふうに。はい、特徴的、あ、先ほどの平面をすいません出していただいて、道って言ってるあの建物があるんですけど、このラッパがついてるようなこう四角く交差してラッパがついてるような建物なんですけど、これは道をイメージしてあの作っていて、そうですね、まずあのここの劇場は椅子が全くないんですけど、なので基本的にダンサーについていくっていうのが基本形で、でまあこのコンテンポラリーダンスっていうのは一曲一曲が基本的に短いので、まあ、それが可能だっていう根拠のもとでやってるんですけど、この道の部分とかだったら、例えばダンサーが、左の方の、ここ四角いのがちょっと入って置いてあるんですけど、これがスロープになっていて、でこのスロープ、この舞台全体の下に楽屋があるので、そのスロープの中からダンサーがこう出てくる、でそこを後にこっちに向かって今踊り進んでいるっていうのがこの図の人
のような感じ でその後ダンサーはこうぐるっと一周して海の方に向かって行ったりとか、こう出口を次出て行って隣 この広場があるんですけど、右隣にここに行ったりとかっていう風に踊り進んでいきます。でお客さんの動線としてはその、まあ、どこから見てもいいので、あのついて行って見てもいいですし、この道の劇場の中には、両側にバルコニーが巡らせてあるので、高いところから見たい人はこのバルコニーに上がって上から見てみたり、まあ、好きな角度、上下も、見れるように作ってあります。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。はい、では時間になりましたので終了いたします。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、30年後の観光の形、福井工業大学石川が発表いたします。集中する観光客と拡大する観光郊外、主人公を観光客から地元住民へと転換させ、新たな観光の形を求め卒業設計に至りました。提案地域は京都府宇治市あがた通りです。あがた通りは平等院や宇治川が近く、平安時代を継承する道路とされており、伝統的木造家屋などが立ち並びます。しかし現在は多くの建物が解体され、観光客を対象としたコインパーキングが並んでおります。こちらが実際に2005年からの建物の解体およびコインパーキング設置への変化です。このような状況を踏まえ、周辺住民へこちらのアンケートを実施いたしました。この調査を通してコインパーキングを敷地と選定し、早急景観破壊を早急に食い止めること、柔軟に社会変化に対応できること、この2つのプログラムを考えました。そのプログラムの柱としてこちらの4つを挙げます。1つ目は、宇治の魅力は家と家の間の路地にあると考え、路地の再構築を提案、そしてその路地空間では住民や観光客を交えた活動が紡ぎ出されることを期待しています。こちらの赤と青の線で示すものが提案する路地経路で、オレンジがコア、水色がプライベート空間と想定し、空間に合わせて増築や新築を計画します。2つ目は、観光や宿泊料による継続的な経済活動の仕組みを考えました。30年をサイクルとしてこちらが実例となります。このような様々な収益の形により経済活動の仕組みと定着につなげること、そして既存建物を守ることが新たな観光の形を構築継承させていくことを提案します。次に、社会の急速な変化とともに建築にもそれを受け入れる寛容さの必要性から、耐震構造となる増築、環境バッファーとなる増築を提案します。3つ目は、観光客と住民の暮らしが関わる形を考えます。実例として、賃貸住宅と宿泊施設の関係がこちらです。このような日常と非日常の時間が混在して生まれる観光の形こそが、これからの宇治に必要であると考えています。4つ目は、施設が入れ替わることにより空間も展開できるような身近な資材で構成できる計画をしました。以上の4つのプログラムにより、これから模型を用いて簡単にご説明いたします。お見せする模型は100分の1模型です。これらの施設は宇治の新しい観光の形が作り上げられるとともに建築されることを想定しています。増築部分と路地空間を早急に作り、それ以後少しずつ時代時間とともに変化していくということを計画した上で、私が提案した施設です。施設内で過ごす時間は、事前配布した図面の11ページから13ページのパースをご参照ください。最後になりますが、すいません、夜は室内の照明により木のぬくもりや明かりが街を照らします。最後になりますが、今回の卒業設計を通して完全に作られた建築ではなく、時代時間とともに変化する建築の可能性に着目し卒業設計をしました。
これで発表終わります。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答お願いいたします。じゃあ質問よろしいでしょうか。お願いします。すいません、これの中で新築する建物って、はい、どれかっていうのを具体的に教えてもらってもいいですか。はい、まず新築の建物の一つ目が、はい、PDF の図面の5枚目と、はい、こちらが、複合施設になっており、1階が食堂、2階が2階と3階が資料館などで、4階の屋上が展望台となっております。はい、2つ目の新築が6枚目、こちらも複合施設になっており、少し図面が切れてしまっているんですが、1階がクッキングスタジオ、2階が、浴室、温泉と、3階が天井裏の展望台になっております。と最後に10枚目の、こちらの左側の曲線になっているところがオフィススペース、ワークスペースとなっており、と出張の方や学生の方が利用できる新築空間になっています。以上です。はい、ありがとうございます。よくわかりました。はい、よろしいですか。お願いします。増築に関しての質問なんですが、まあ、既存がもちろんあるということで、その既存の建物とその衣装ですね、増築に関してどういったことが考えたとか、その全体の街並みに対して増築部分はどういった配慮がなされているかっていうのをお聞きできたら、もう少し詳しくお聞きできたらありがたいです。はい、今回、京都はすごく景観とかそういったものがすごく厳しい中で、はい、私はこの今宇治の阿方通りに対して景観を作ることが最優先ではなく、今ある、大切な歴史的な建物を守ることを優先に考えました。なので、増築部分が、今ある建物の景観を壊しすぎない程度に耐震補強をしたり環境バッファーをする役割を持つ、そういった観点で考えています。衣装的にはどうですか。はい、構造的なことは、はい、はい、衣装的なことに関しましては、特に木造、伝統的木造家屋に似せたという意識というよりかは、材質的な形で木を使ったり、木を使ってみたり、屋根の勾配をつけて、傷の建物を建てていきながらも増築部分を作っていくような形で衣装は考えています。わかりました。はい、すみません。塚田です。質問いいですかね。どうぞ。ちょっと2つあるんですけども、ごめんなさい。今のその増築部分の話で1つ、もう1つ教えてもらいたいのが、既存のものにこう抱かせるような作り方をしていて、はい、こう増築部分と既存の部分なんか境界のところの作り方ってなんかすごい興味があるんですけど、どんな風になってるのかなっていうのを教えていただきたいということと、はい、もう一つはこれ今あなたが見せていただいているのは30年後の完成時っていうのかな、の状態を見せていただいているんですよね。はい、でこれから30年かけて多分作っていくんだっていうようなことを先ほどお話しされてましたが、その作られ方みたいなもののなんか10年後、20年後、30年後っていうなんかちょっとやはり、段階的に作られていくと思うんです。その順序であるとか何ていうのかな、何かそういったところに作戦はあるんです。新築がいつのタイミングでできるとか、なんかそこら辺も含めて何か教えていくと。はい。その2点教えてください。はい。まず1つ目なんですが、パワーポイントの15枚目。こちらが一番見やすいかと思うんですが、赤い部分が増築部分
で黒の部分が既存の建物になっておりまして、この教会というものに関しては既存の外壁の部分に対して直接ぶつけておりまして、その今ある既存の壁と増築部分の壁の耐久性のバランスを考えて配置しています。なので構造的にね、はい、直接離れて他の建物で既存と増築部分が離れているところもあえて中庭を設けているところもあるんですが、そういったところは、既存の建物の屋根の勾配で雨が流れやすかったり日光が入らなかったり換気ができなかったり、そういったことを配慮して、1階中にクッション、中庭を用いてクッションを作ったりしています。でこれはその外壁は既存の開口部みたいなものをそのまま残すの、それともここはぶち壊すんですかね、つなぎ方としては。開口部が接するところに開口部があるときは中庭を設けています、うん、で壁しかないところはすべてくっつけていることが多いです。じゃあこの絵のところはまあくっつけてその壁をぶち抜いてつなげているというようなことなんですか。そうじゃなくて、壁はそのままぶち抜いてなくて、このまま壁のまま残っている。この黒矢印はなんだろう、あり方の関係性であって別に物理的にここがつながりますよってことではないと。はい、つながりやすく隣に隣接しているということです。わかりました、はい、はい、すいません。あと2つ目の質問。2つ目は、30年後というサイクルなんですが、まず路地空間と増築空間を作っていくことが最優先だとは考えているんですが、30年で一旦増築空間はすべて作り上げます。そしてまた30年後、60年後、90年後と30年間の単位でこの中の増築空間の施設が入れ替わったり親戚の方が住む場所になったり、そういったことになるとまたこの増築空間というものは耐久性も考えた新しいプランを作り出せるような建築資材を使っていますので、30年で全てが完成するっていうわけではなくて30年後を目標としてその単位で入れ替えが行われていくような形です。 あなたはこうなんだろう、僕はなんかその30年かけて建築を作っていくその30年っていうところはすごい興味が深かったけど、あなたもう少しちょっとタイムスパン大きくてその30年がまたもっと何回か繰り返されるみたいなところでの視点で言ってるわけだから、まあ、30年は、まあ、なんだろう、一計画としてもなんかなんていうのかな、うん、やってしまって、考えてしまっていて、それを具体的にどう徐々に進めていくかってことではないと、もうちょっと大きなタイムスパンで考えてらっしゃるんだってことなのかな。建築資材の耐久性と寿命であったり、あと家族構成、人生、人の人生のサイクルを考えて、例えば、私たちの世代になって、親が2人暮らしになったときに、ここの賃貸住宅に住み始めて、またそこの隣では新しい施設が運営されていてっていうことを繰り返して、例えば私たちの母が50歳だとして、新しく50歳から住み始めて30年後40年後にまた違う新しい50歳の方が住み始めてというような形でいろいろなサイクルを考えているっていう上で30年を取っています。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間は過ぎましたが、百田さん何か質問ありましたか。すごいこうリサーチとかそのアンケートとかあと耐震改修とかその今あるものに向き合うっていう姿勢が感じられましたと思うんですけども、卒業設計って自分でこう題材を決めテーマとか決めていいときに、やっぱその現実のその地域とか人とかそういったところに着目したっていうのは何かその信念というか考えというか思いがあるんじゃないかなというふうに思って、そのあたりについて、何かこう考えをちょっと補足してもらえると嬉しいなというふうに思います。はい、まず私が観光に着目したのは冒頭に述べましたが観光公害が増えていることです。で、
観光とかテーマというよりも具体的にそこに住んでいる人にアンケート調査したとか、はい、そういうこう自分の想像をこう作っていくときに、その自分だけじゃなくて具体的にそこに住んでいる人とか、そういった具体的にもう存在しているものっていうことをからこう考え始めたっていうのは、なんか そこに対するこう考えっていうのがあるんじゃないかなと思ったんですが、はい、ちょっとそのあたりにフォーカスして言ってもらえると嬉しいな。はい、観光ということを見たときに、観光の光、光を人と考えて、私は宇治の住民を見に来るっていうことに初めに着目したので、直接周辺住民にアンケートをして、どのような建物、どのような空間が将来欲しいのか、今の問題は何なのかっていうことを直接住民に聞くことが、この卒業設計の重点だと思って調査を実施しました。なるほど。何か物とかを見るんじゃなくて人なんじゃないかっていうところから始まったということですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、太陽顔で囲う宿、石川高専の米林が発表させていただきます。近年金沢は北陸新幹線開通に伴い、観光地や金沢の名産に観光客が急増しています。これを消費する観光とします。消費する観光に集中したその姿は、私が住んでいる金沢の表情とは違うものに感じました。しかし最近、地元の人とのつながりを求めた観光、生産する観光が注目を集めています。本提案では生産する観光に焦点を当てることで、生活の中で金沢の本当の見せるべき、伝えるべき顔を表現しました。今回の舞台である観音町は、昨年の5月1日に旧町名が復活した今一番活気のある町です。参道を登った観音院では年に一度4万6000日が開かれ、多くの人が訪れます。観音町は金沢の代表的観光地、東茶屋街に隣接しています。観音町は約400年前に形成された歴史ある地区で、この時期にはまだ東茶屋街が形成されていません。1857年には東茶屋街が形成され、観音町には茶屋街を形成するための大工町が形成されました。このように観音町は東茶屋街よりも古い歴史を継承しています。しかし観光客は東茶屋街に集中し、隣にある歴史的価値が一般に理解されておらず、埋没しているのが現状です。魅力や課題点をまとめるためフィールドワークを行い、観音町の魅力を5つピックアップしました。また観音町のより細かい問題を抽出するため、観音町に赴き意見や要望を直接いただきました。こちらの調査から、観音町分析シートを作成しました。これらを計画全体に散りばめることで魅力を最大限まで引き出します。こちらが観音町全体図です。観音町全体を通りの集計と宿計画地と分けて町ごとを計画していきます。手元資料の5枚目、6枚目をつなげてご覧ください。通りの集計計画ではライン計画による観光客の宿空間への誘導を行います。分析シートの赤色である共通項を増やすため、建物に通ずるラインを構成します。これにより建物の不揃いがなくなり、まっすぐなラインが強調されます。通りに散りばめたアクションにより人の動きを増やし、奥の宿空間へと誘導していきます。通りの魅力を引き出すことによって、東茶屋街と観光地として共生しながら、景観面においては差別化を図っていきます。宿計画地では多様顔で囲う宿を計画し、生産する観光の交流空間を生み出します。地域体験の場とするため、家の生活要素を抽出し、宿空間に分散、共有空間にすることで、地元の人と観光客が混ざり合う空間を創出します。こちらは抽出した要素を全体にプロットアウトした図です。ここで生まれた空間では、観光客と地元の人の文化の違いを暮らしの中で触れたり聞いたりすることで、お互いにとっての刺激になります。現代まで残された裏空間の区画を守りつつ、全体を構成していきます。建物の形も現在ある建物のボリュームの上に乗っける形を構成し、裏広場を通る人の視線を建物の中へと引き込んでいきます。
この作品の特徴は、観音町の住民と何度も意見を交わして完成されたという点です。観音町の生産する観光を体験してもらうことで、時代や観光地が共生された金沢の顔を伝えていきます。観音町、観光客にとっての新しい顔、地元の人の見せたい顔を囲うことで、新しい関係を生み出します。私たちが暮らしている金沢が本当の顔を発信できることを願って発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答お願いいたします。よろしいでしょうか。ですね、非常に細かい調査のもと多様な提案がされていて面白い提案だと思いました。で、実際地域に入り込んで、やられているというのもなんかすごいことだなと思いましたし、実際これが本当に動いていくといいなとも思いましたが、それでちょっとお聞きしたいことは、建築、宿の部分の建築の話なんですけれども、地域とつながりますということで機能を分散させていくようなことを言われてたんですけども、はい、通り土間がなんかすごく気になりまして、はい、なんか通り土間の先って崖だったと思うんですね、はい、その辺のなんていうか通り土間があってその奥の空間っていうんですかね、そこの使い方がちょっとよく分からなかったので、その辺について教えていただければと思います。パワーポイントの9枚目の方を開いていただいて、手元資料の、プロット図と見ながらお願いします。奥側の通路から、階段が4本あるんですけども、そこから、真ん中の裏通路の方へ通ります。で、建物が3軒あるんですけども、そこが通り土間になっていて、ここを歩く観光客から、裏広場への情景が見えるような形をとっています。また、手前側の道路からも、通り土間が、4本つながっておりまして、ここから、裏広場への、情景を見せることとなります。で、ここで、前を取った観光客や地元の人が、裏広場へ、何が行われているんだというその期待と、その真ん中で、その囲まれる空間に、分からない、ちょっとどのやつを見て今言っちゃっておっしゃってるんだろう。プロット全体に、プロットした平面図、プロットした平面図。パワーポイントの何ページ目ですか。うん、そうですね。それは、宿計画地のこのページでいいんですか。いや、もっと後ですね。もっと下ですね。宿計画地の、それです。はい。あ、これね。なるほど。はい。で、ごめんなさいね。ちょっともう一回繰り返していただけて嬉しいです。はい、上側に建物が3軒あるんですけども。そこに通り土間を配置しまして、上側の道路を通る観光客から裏広場への情景を見せる構造としています。で、下側の通路からも、通り土間を4本通しまして、裏広場へ通す視線を通しています。で、この、道路を通る観光客が、中の光景を見ることによって、この中で何が行われているんだと、中で、その囲まれた空間ではどのようなことが行われているのかなっていう、その期待と、先へ行きたいっていう期待を、通り土間には持たせて、外へ発信できるような機能を持たせてあげました。そうすると地域の人がもう自由に出入りできるような場所というふうに考えればよろしいですか。はい、はい、分かりました。はい、よろしいですか。はい、はい、下の宿のところは、今まだ古い家もいくつも残っている場所だと思うんですが、これは基本的にはその一個一個なくなっていったところを新しくしていくということなのか、今の活用しながらこういった間取りにしていくということなのか、どっちですか。はい、今、現在今平面図が見えていると思うんですけど、はい、シートの右側、真ん中の右側の方がですね、今空き家になってまして、はいはいはい、今すぐにでも触ってくださいっていう状況でして、右側から着手を進めていきます。で、その後、真ん中の、住民には、上と下の、色が何も塗られていない、肌色の部分の方に、移動していただいて、どんどん、改修の方を進めていきます。で、改修の方は10年を、一応基本としてまして、10年後にこの完成形が、
完成する計画となっています。そうすると一つもその新築ということではなくて今あるものを生かしながら改修ということで。そうですね、はい、はい、いいですか。ちょっとこの平面図見ててちょっと気になったところがあって、はい、ここ表ですよね。平面図に返す。で、ここが裏広場って呼んでるってことですよね。はい。はい、その時に、ここってどうやって入っていくんですか？どこですかね？ここです。あ、はい。そこへの入り方なんですけども、はい、まず下の道路から、建物が4軒。せっかくだからあなたもそのコメント書きながらやったんで、発表の方も。やり方がわかんないか。はい。こっから入るってことかな。そこは、基本的に開放されてまして、通ることができます。じゃあまた、駐車場が下側に2つあるんですけども。ここですか？はい。そこは昼、3箇所ですね。ここ。はい。で、そこは、昼間地元の方が、職場や、学校に行かれた後、ここは開放して中へ通す計画となっています。ということは本当にパブリックな道っていうのはここしかなくて、何かしらこう駐車場とかその軒下を通ってもう一回ここの表の通りにアクセスするみたいな、そういう理解でいいですか？はい、もう一つ通路あるんですけど、はい、上側に、階段を4箇所設けています。ここですね。はい、そこは、通路としてもともと開放されておりまして、そこからは上側から、さらに真ん中の通り土間を通って、裏人へ出ることができます。はいはいはい、でここへ来ると。で、はい、もしかしてこれってこの道もこうやってこう抜けてここに入れるってことですか？はい。はい、ああ、なるほど。面白い。はい、ありがとうございます。はい、では時間になりましたのでよろしいでしょうか。はい、米林君ありがとうございました。ありがとうございます。歌舞伎を演じる小松市における歌舞伎イコール多様性の再興と建築空間の提案と題しまして発表します。石川高専の和田です。よろしくお願いします。1629年に歌舞伎の原点である歌舞伎踊りが石川県小松市、当時の加賀藩や大正寺藩に伝わりました。そして小松市の歌舞伎は格式にとらわれず誰でも演じることができる歌舞伎として継承され、現在は歌舞伎の街として多数のイベントで盛り上げています。そして小松市の歌舞伎は格式にとら…あ、すみません、しかし小松市の日常は歌舞伎の街を思わせることはありません。原点である歌舞伎ものの歌舞伎は庶民の多様な日常でありイコール多様性と考えます。それを継承した小松氏は、私たちの多様な日常の混在が歌舞伎であると考えます。また、小松氏の現状を調査すると、外国人労働者の増加と小松駅前の商店街が衰退していることが分かりました。現状から外国人の異風な生活を歌舞伎ものの歌舞伎として捉え、同時に衰退する商店街に外国人の生活空間を計画し、日常の中に歌舞伎空間を計画します。商店街全体の歌舞伎の空間として捉えるため、考え方を示します。まず、小松市の歌舞伎から3つの構成要素を分解し、それらは、空間、仕草、誰でも演じることができる役者から成り立つと考え、空間と仕草を再解釈し、役者はそのまま継承します。空間の再解釈は商店街の全体計画とします。通りは花道、上手下手を商店街の入り口としておきます。そして人々が活動する空間を舞台として配置し、この舞台を計画します。次に仕草の再解釈です。歌舞伎においての役者は見られ、観客は見るという関係が成り立ちます。この関係を空間に落とし込み、歌舞伎空間と捉えます。そして商店街に外国人を取り込むためのシステムとして、外国人に向けた寮や仕事の場を計画します。計画した舞台の説明です。舞台1では空き家をリノベーションし、外国人の生活空間を計画します。ここでも見る見られるの関係が成り立ちます。
通りに面した空間ではリビングダイニングなど見られることを許容する空間を配置し、通行人は外国人の生活を認識し交流を生み出します。アーケードの上部空間ではこの舞台に住む住民の密なコミュニケーションが生まれる場とします。外国人の優な生活文化が溢れ出す、それが、生活の歌舞伎空間です。舞台2では現在奥まっている商店を通りに拡張し、店主の顔が通りに現れる商店空間を計画します。この舞台では通りを拡張し一部レベルを上げます。店主の居場所を通りの前面に作り、店主との交流のきっかけを作ります。通りに面した2階部分では店主の趣味の空間を拡張します。そして趣味で作られた作品を展示するギャラリーとしてのアーケードジョブが展開します。さまざまなものが売られるここは商店としての歌舞伎空間です。そして商店街を歩いていくと、そこには空き地に計画したみんなの舞台が見えてきます。この舞台では歌舞伎の舞台としてのデッキや小さな舞台を配置し、活動領域を設定します。また南側に物見櫓を設け、全体を見ることができ、アーケード上部へと立体展開します。外国人の生活の収まりきらない踊りや、ここで買った商品を試す場として利用します。それをアーケード上部から眺めます。ここでの歌舞伎はみんなの自由な動きであり、これはみんなの舞台での日常風景です。小松市民のみならず、外国人など外から来た人たちも日常の中で歌舞伎が演じられる街となれば、それこそが歌舞伎と街と言えるのではないでしょうか。以上で発表を終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。では質疑応答お願いいたします。じゃあ質問いいでしょうか。はい、ここで出てくる歌舞伎っていう言葉がよく出てきたんですけど、はい、歌舞伎とは、ここで言う歌舞伎とはどういうことなのでしょうか。今のその、配布資料の2枚目を見ていただきたいのですが、はい、の、今の現在残っている歌舞伎とはちょっと解釈が違って、小松市の、に伝わった歌舞伎っていうものが、歌舞伎ものの歌舞伎、歌舞伎踊りが、元となっている歌舞伎ものの歌舞伎が、この、僕の計画したところで取り上げている歌舞伎でして、はい、これは、そうですね、この部分は読んだんですけど、はい、日常の歌舞伎って書いてある、はい、ものって、例えばどんなものを想定してますか。それは、日常のものというのは、その外国人の、変わった、日本人とは違う生活文化の歌舞伎という意味で、まあ、その歌舞伎ものの歌舞伎踊りっていうのは、例えばその外国人との変わった生活って、はい、例えばどんなものを想像してますか。例えば、外国人、小松市は、ブラジル人が結構多かったのですが、そのブラジル人が、日常の中で踊るサンバとか、例えばその、まあ、踊りとかっていうものをその商店街に広げるという計画でやってます。理解しました。ありがとうございます。あ、よろしいですか。はい。ブラジル人日常でサンバ踊ってるのかどうかもわかんないんですけど、この外国人とね、外国人の方と、はい、この商店街のその商店の店主の方のゾーンっていうふうにこれ明確に分けているんですよね。はい。分けてですよね。本来であればその両者をこうなんていうのかな。まあその商店の地域の住民とかっていう人とその外国人の住民とかっていうことを混ぜるようなし、なんか、ことを画策してるんではないかというふうに僕は読み込んだんですけど、明確に分けてらっしゃるなんか理由っていうのはなんかあるんですかね。そうですね。この今、計画した、舞台1の部分っていう場所が、うん、今なんか、その商店が本当にもう、潰れてしまっていて、ああ、なるほど。もう空き家でなっている状態の部分が、その舞台1のエリアが、うん、もうほとんどでして、舞台2の部分は、まだ商店が生きている状態なので、うん、なるほど、なるほど。はい、ただ、そういうながらも商店のところの虫食い状態になっているところに外人の方を入れるとかっていう感
覚、あ、感じではなかったんですか？感覚もあります。ああ、なるほど。まあ、そんなふうなこともあり得るというようなことで計画をしていると。はい、あともう一つね、その、僕はこの、なんだろう、歌舞伎という言葉のメタファーを使って、まあ、その違う文化の生活であるとか、そういったものを、まあ、他の人が見る、垣間見るみたいな、見る見られるの関係を作るというのは、非常に腑に落ちるんだけども、だけども、なんだろう、みんなの舞台ってところでは、なんか、実際踊りを見せるみたいな、で、そういう理解でいいのかな？なんかもうみんなの舞台っていうのが、そのメタファーという話で理解しようとすると、なんかみんなの舞台が相当具体的な歌舞伎、踊りみたいなことに なんかなってしまうようなところがあって、それがちょっと分かりにくくなるところなんですね。このみんなの舞台ってところの位置づけをちょっともう少し細かく説明してくれるといいのかなと思うんですけど、みんなの舞台の位置づけとしては、その、そうですね、ここは、まあ、やはりその外、そこに住んでいる住民と、その外国人は、その普段日常から踊っている場所として認識してもらえると思うのですが、その外から来た人というのは、やはりその歩いているだけじゃ、その自分たちの動きっていうものを許容してくれる場所がないのではと考えてまして、そのみんなの舞台での、その交流のきっかけとなる起点として、その、まあ、歌舞伎の舞台、歌舞伎の舞台という、その舞台を設ける、みんなの舞台という場所を設けることで、交流する起点となればと思って計画しています。もう一度聞きますけども、だから実際の踊りが主眼であって、その生活を見せる、さっき僕ブラジル人が生活しながらサンバ踊ってるとちょっとあんまり思えなくて、だから生活を見せるってことが主眼なのか、踊りを見せるってことが主眼なのか、ちょっと最後断定的に言っていただけますか？生活を見せるのが主眼です。主眼、あ、じゃあはい、わかりました、はい、ありがとうございます。よろしいですか？はい。では、和田君、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。花遊、化石の景色、福井工業大学スタジオの発表をさせていただきます。資料1枚目をご覧ください。制作背景として、私の出身地である新潟県長岡市寺泊地域は日本海に面しています。海の魚の市場通りが有名で、たくさんの観光客が訪れます。ですが、海や景色、主に海に沈む夕日が美しい地域でも関わらず、観光地域である場所にでしか人々が集まりません。そのため、寺泊地域にある海辺には人々が入らない土地がたくさんあり、海ごみや不法投棄のごみがあるため汚れています。この美しい環境を汚さないために人々が立ち入るための空間、そしてゆかりのある土地の魅力を高めるための提案に至りました。計画敷地として寺泊地域の野積海岸を選定しました。選定理由としてテーマである夕景が一番美しく見え、自然環境が美しく見える場所である特徴は、1枚目資料右下を参考にご覧ください。野積海岸には海、浜辺、林、田んぼと4つのエリアが存在し、この特徴を生かして建築を計画します。コンセプトとして、廃れている土地を自然に溶け込んだ空間にします。魅力である夕景から夕景を眺めるを キーワードに、景観を味わってもらうコテージなど、人々が立ち入る空間を作り、地域と景観が馴染むような建物と、その場所の特有の新しい風景を作り出します。2枚目資料を左下を参考にご覧ください。4つのエリアを分断するように貫通するような縦軸、3つのエリアを寄り添う横軸を配置します。まず縦軸空間の計画。縦軸には夕景を眺めるコテージを配置。この傾きは春夏秋冬での傾きになります。春秋で30度、夏冬で11度に夕日の入射角に相当し設定。プロセス、まず軸に沿わせコテージを配置。先ほど説明した式での夕日の入射角に設定し、コテージを傾けさせる。そのようにすると、その季節で一番美しい夕日の沈みを見ることができます。次に、内と外での夕日を楽しんでもらうためのテラスを配置。次に、横軸のプロセス。横軸にテラスを沿わせ、直線空間を作る。ガラス面を波打たせることによって、内と外にくぼみができ、それぞれの滞在空間ができる。波打たせたガラス面は入射角に相当します。どこの空間に行っても夕日が楽しめます。
まとめ、この提案が観光地域以外にも人々が目を向け自然の魅力を可視化するデバイスとして機能し、魅力を高め自然の良さを残していくことを願っています。これで発表を終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは質疑応答をお願いいたします。はい、いいでしょうか。はい、プログラムについて質問で、コテージっていうことなんですけど、はい、具体的にその人がどう過ごすのか、で誰がこれをこう運用しているのか、まあこうホテルのようなものなのか、公共建築のような誰もが来れるような場所をイメージしているのか、そのあたりを教えてください。私の中では公共の空間のように誰にでも立ち入れるような空間、建物にしようと思って計画しました。で、夕日をこう大切にして設計していると思うんですけど、はい、他の時間もあると思うんですが、どういうふうな使われ方をするっていうふうに、はい、想定していますか。あ、すいません、もう一度お願いします。夕日以外の時ってどういうふうに使われるのかなっていうふうに思って、はい、そのあたりも。夕日以外ですと、この地域ですと海がにあるので、夏とかにその海の家のようなその観光地域以外でその海を利用する人たちが使用する場所にするします。はい、わかりました。ありがとうございます。すいません、よろしいでしょうか。はい。この、曲線の横軸の部分って、はい、どういう機能が入っているのかなっていうのと、はい、この曲線にすることでこう どんな空間的な効果があるのかっていうのが、ちょっと今プレゼント資料でちょっと読み取れなくて、もう少し具体的に教えてください。資料の2枚目のダイアグラムを見てもらう と縦軸がプライベート空間になっていて、横軸がセミプライベート空間になっていて、そのセミプライベート空間でその通り抜けながら自然を眺めたり、通路のようなものですね。誰でも、その、浜辺に行くことや、その場所に行くための通路ですね、横軸は。あ、浜辺に行くための通路。だったり、その、ものですね。で、そこには、通路以外の機能は何もないという形で考える。はい、そうですね。滞在空間では座ったりとか、空間を眺めるためだけの空間になりますね。なるほど。で、外にも出れる。この、はい。外にも、この曲線のところから外にも出れるっていう。はい。はい。あと図面の、そこの通路の途中になんか施設っぽいのが書いてあるんですけど。はい。ちょうど配布資料で、真ん中で切れてるんですけど、これは何ですか？それですね。あ、それは、先ほど質問していただいたんですけど、別の方が質問していただいたんですけど、その公共空間の建築にで考えてたので、その、あれですね、トイレですね。あ、トイレですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、よろしいですか、他の方は。
はい。では須田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ではよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。金沢美術工芸大学の頼安です。よろしくお願いします。僕のテーマは、地球に帰りうるサッカースタジアムです。日本のサッカースタジアムのガラガラ感に違和感を抱いて、このテーマに設定しています。敷地は、金沢市内の犀川沿いの金沢市民芸術村にある広場に設定しました。ここは、美術や音楽の活動拠点として市民に利用されています。また、職人大学校が併設されていて、伝統的な建築技術が継承されています。で、掘って作るスタジアムっていうテーマを掲げました。上のように従来の、左側ですね、すみません。左側のように従来のスタジアムはピッチの周りをスタンドで覆っていて、大きな壁のようにそびえ立っていました。それが観客が少ない試合でのガラガラ感を感じさせていたと思います。で、掘って作るということで、内と外の境界を和らげ、掘った土を盛り土にして一部スタンドを造成します。このように掘って周りに客席を造成します。このように既存施設、職員大学校と芸術村をオープンスペースを介してピッチと共存させます。こちら敷地全体の計画です。北側にピッチが配置されていて、その四つ角にエントランスがそれぞれあります。それをコンコースが一つぐるっと囲ってつないでいまして、南東のエントランスには既存の芸術村の劇場として使われている施設がありまして、それを取り込んでメインエントランスとして機能します。他にもピッチを囲む用水やバスケットコートなど、地域の公園として普段から市民が利用できるような要素を配置しています。こちらは試合中のスタジアムの様子でして、スタンドにもその敷地の植物が少し入り込んだりしていて、その土地と一体になってチームを応援しています。電光掲示板やナイターの照明はバルーン型のスクリーンという技術がありまして、それを活用しています。こちらスタンドの様子でして、ところどころにわざと広めの平面を作っています。客席はあえて設けずに、サポーター各自がベンチやシートを自由に持ってきて自由な観戦をします。バーベキューのコンロとかを持ってきてもいいでしょう。またこの先ほど言ったバルーン型のスクリーンは雨天時には簡易的な屋根としても機能します。ピッチ西側の盛り土部分にはロッカールームや運営室など機能を埋設します。またバリアフリーエリアを兼ねた屋根付きの観戦デッキも一部作っています。土でできたこのスタジアムはサポーターが自らメンテナンスをしていきます。職人大学校に関わってもらい、スタンドの補修を行います。その際、顔料を混ぜて搬築することで、このスタジアムに最適なキャパシティが徐々に浮かび上がってくると同時に、スタジアム自体の個性的な模様になっていきます。チームだけではなくて、スタジアムもサポートするという新しい応援の仕方です。これはオリンピックやワールドカップの時に建設されたスタジアムの、そのすぐ数年後の様子でして、あれが違和感を持った原因の画像なんですが、このようになんか地球のサイクルから外れてしまっているように僕は感じます。ここで、サッカー自体は永遠のものではないのですが、将来的には違った機能の場に変化させていくこと、すなわち地球に返すことが必要だと感じています。その際に連続的な変化をさせることで、市民にこの場所への親しみを感じさせます。例えばピッチがあった場所は畑に、スタンドは棚田のような使われ方に変化していき、この地域の自給自足を促す拠点になっていくのはどうでしょうか。大規模な空間を地球のサイクルに組み込み、同時に地域にとって意味のある場にしていく必要があります。以上で発表があります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では質疑応答お願いいたします。お願いします。じゃあ質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。今ここで行われるサッカーの試合って、はい、本当にトップクラスの
試合が行われるような想定していますか？はい、設定としましては、金沢 の J2 に所属しているスウェーデン金沢というサッカーチームが、プロサッカーチームがあるんですけれども、それの、ホームスタジアムという設定です。でそのプロサッカーチームが試合するときに、例えばのセキュリティの部分ですとか、はい、あとはその移転時の客席の屋根だったりとか、そういった部分について何か考えていることはありますでしょうか？すみません、今、雨天時の前だけ少し聞こえなかったんですけれども。そのプロサッカーチームが試合するときの、そのセキュリティ。ああ。例えば料金取って多分入るっていうことになると思うんですけど、はい。この辺の、運営の仕方だったり、あとはその雨天時の屋根のこと。はい。はい、セキュリティなどに関しては、配布資料の2枚目の平面計画の図面を見ていただければと思うんですけれども、スタジアムピッチの周りを、植栽で覆っていまして、それが、柵代わりになるのと、それチケットのブースなどは、仮設的なテントっていうのを考えています。サッカースタジアムって言っても、年間にサッカーの用途に使われる数ってすごく少なくて限られているので、わざわざ作るんではなくて、必要最低限のもので、そういうところを補っていくという計画です。で、雨天時の、対応については、1枚目ご覧になっていただけますかね。でして、左上のパースにあるような、先ほど説明したバルーン型のスクリーンっていうのが、技術開発が進んでいまして、そういうのを点在させることで屋根を少し作ってあげたり、真ん中の右側にある、その観客用デッキのあたり、こちらバリアフリースペースを兼ねているんですけれども、そこは常に屋根付きのスペースとなっていますので、そこを利用したり、実際にツェーゲン金沢の試合というのは、大体平均しても4000人ぐらいしか訪れないようなチームでして、わざわざ大きな屋根をスタジアム全体にかける必要はないと思って、このような計画にしています。わかりました。大変よくわかりました。ありがとうございます。はい、いいですか？はい、お願いします。今この場所、また敷地の選定のお話を聞きたいんですが、まあ、はい、金沢でも割とすごく愛されている場所の一つやと思うんですが、そこの場所に今作られた理由で、はい、ここで、まあ、サッカーやるのは常日頃ずっとっていうことではないので、やってない時間帯っていうのがすごく長いと思うんですね、はい、でその時に、まあ、プロの方が使うっておっしゃってたのでそうすると、はい、街や皆さん市民の方たち結構ここ愛されて使われとると思うんですが、そういった方たちも使える要素があるのかどうなのか、はい、そのあたりをちょっとお聞きしたいです。はい、敷地選定の段階で、既存の、サッカースタジアムっていうのが、駅の向こう側、もっと行った金沢の方にしかちょっと分かんないかもしれないですけど、あそこですね、はい、にあって非常に遠いと。で街中からはもう歩いてはとてもじゃないですけど行けなくて、そういう場所がこうプロスポーツの拠点になってるのもちょっとどうかと思いまして、できるだけ街中に近くてかつ、敷地が十分にあるところをまず条件としていくつかピックアップして、その中でもこの先ほど山田さんもおっしゃられてたように、市民に愛されている場所っていうのが結構キーワードで、すでに横の河川敷に小学校とか中学生が練習場で、試合場で使うような砂場のサッカーグラウンドとかもあったり、その芸術村っていう機能があることで、よりこうスポーツと文化の交流拠点みたいな感じでこの場所を機能させていけないかなということで、この場所に敷地を選んでいます。と、プロサッカーで使われている以外の時間の使い方としましては、2枚目ご覧になっていただければと思うんですけれども、ここにあるようにビオトープとしてのスタジアムということで、敷地全体をまず1個の公園として捉えて、その中にサッカースタジアムがあるっていう、作り方を意識したのと、ミニバスケットコートやフットサルコート、あとは敷地内に用水を流して浸水空間を、いろんな場所に取り入れてあげるということで、こう本当に公園として立ち寄れるような場所になっていったらいいなと思いまして、今もこの場所を通勤とか
サイクリングで通り抜けていっている人たちが非常に多いので、そのような場所は残したいなと思って、こういうふうにしています。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいですか。はい。では、よりやすくんありがとうございました。ありがとうございます。はい。福井大学のことです。よろしくお願いします。タイトルは、水田の都、都市型農業拠点がもたらす未来となっております。で、私の、卒業設計の大きな目的が、都市に水田の風景っていうのを取り戻すってことを目的としています。で、敷地としましては、東京都の渋谷区あります109、現在建っている場所を敷地としています。で、なんでその都市に水田の風景を取り戻す必要があるのかっていう背景なんですけども、この右側の方を見ていただくと、まず、第一に、昭和36年から比べて、平成28年の時には、米の消費量とか約半分になってしまっているっていうのと、で毎年8万トンペースで、消費量っていうのが減少しています。また、左下の方に行くと、47都道府県のランキングなんですけども、東京都がダントツで消費量が落ち込んでしまっているっていう状態。で、右下行くと、15歳から35歳ですね。の若い世代で、米の消費量というのがすごい減ってしまっているっていうのが今現状となっているので、都市に対して水田っていうのを取り戻していきたいなっていうふうに思っています。で、提案内容としましては、現在今、都市にアーバンファーミングっていう呼ばれる、ビルの屋上だとか空き地にちょっとした農業を始めるっていう方が増えているんですけども、これにはちょっと問題点がありまして、例えば教える人が今まだ少なかったりとか、やる場所がまだまだ足りてないっていう現状がありまして、で私が提案するその建物を建てることで、農業を学べる場所、ちゃんと学べる場所だとか、やる場所を提供して、将来的にどんどんその都市に水田だとか農業をする場所っていうのが増えていって、その都市と農業っていう合わさったもののモデルケースを提案していきたいと思っています。で、設計プロセスとしては、現在のその渋谷の109の場所っていうのは、ちょうど谷底に位置する場所なんですけども、そこに棚田を作りまして、それをまず、ポシタス農業の農業のモデル。で、次に、今ある109っていうの円柱部分。これすごい象徴的な部分で、本当に東京の若者の心にもう思い出に残るような場所になってますので、これをただ単に壊すのではなくて、それをセットバックして、正面からファサードっていうのを、円柱部分のファサードっていうのを残しつつ、それを都市のモデルとして残して、その都市のモデルと水田っていうのを合わせて、都市プラス農業っていうのをデザイン的に取り入れていきたいと思っています。で、次に水田の役割なんですけども、主に挙げたのはこの7個で、食料だとか生物の住みか、浄化作用、非常用水、小さなダム、視覚効果と環境改善っていう効果がありまして、実はこれすごい都市にあった都市の環境を改善していくような能力なんじゃないかなと思っています。で次にその水田の月ごと、季節ごとの変化っていうのがすごいありまして、特に印象的なのが秋に左下のハゼ掛けっていうものがありまして、意味を自然乾燥して味を凝縮させるっていう工程なんですけども、これを外観のデザインとして取り入れていきたいと思っています。次に内部の機能の説明なんですけども、1階から順に、テナント、フードホール、でマーケット、スクール、農業試験場となってまして、1階から屋上に上がるにつれて、どんどん米との親密度が高くなっていきます。でこれが平面図となってまして、ちょっと見づらいんですけど、水色の部分っていうのが水田となってまして、左下から1階、で右行って2階、左上行って3階っていう順になってます。徐々にその水田の面積っていうのが増えていくっていうふうな設計になっております。以上でおります。はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答お願いいたします。
あ、じゃあ質問いいですか。はい。ちょっとディテールの話なんですけど、はい。パース図で、各階のスラブの側面が緑が生えてるんですけど、はい。そこってどんな感じでやるイメージかなっていうのを聞かせてもらいたいんですけど、そのあぜがずっと回ってきてるのか、はい。なんかこう、壁面緑化みたいなものをするのかとか、その辺って何か考えてますか？そうですね、まあ、第一の目的としては、まあ、その水田のあぜの部分の役割っていうのが大きいんですけど、もちろん視覚的な効果を持つために、その壁面のデザインを見たときに、緑の部分が大きく取ったデザインにしたいっていうのと、あとそうですね、1枚目のメインパースを開けていただきたいんですけども、これを見たときに、あの1階、2階の内部の壁っていうのは今、カーテンウォールでやってるんですけども、それに対して、まあ、緑の壁面のラインが来て、それに対してその木造のルーバーが入ってるっていうものを作っていまして、その自然の印象っていうのを押しつつ、その円柱部分がなんか浮いているっていうか、その円柱部分が水田に巻きつかれているっていう状態を表したかったので、この壁面の緑っていうのを多く残しています。はい、ありがとうございます。はい。はい。ソフト面のことをお聞きしたいんですが、これ誰が植えて、どんな風に育てて、はい、収穫して誰が食べるみたいな、そういったちょっとストーリーがあれば教えていただきたいです。はい。です。まず、最初の背景としてありました、若者のお米の消費が減っているっていう現状があると思うんですけども、それに対して渋谷にこういった建物を建てることで、例えば最初の 1、2階のテナント部分で、例えばファッションの買い物を若者がしに来たっていう状態で、周りになんか水田があるなって、でだんだん興味を持っていただいて、で3、4階、まあ、上に上がるほど米との親密度が高くなってきますので、だんだん興味を持って上に上がっていって、で上に上がるほど農業を学んだりとかもできますので、ちょっとずつそうやって農業を学んでいって、で今度はその田んぼをやる側、お米を作る側になっていくっていうのはビジョンとして持っています。ただ、その現状として一番最初はどうするのかっていうのは、ちょっと、まあ、確信を持ったら言えないんですけど、最初はまあ本当に従業員の方がやっていただいて、あとか、例えば都市じゃなくて、田園地域とかにいらっしゃる、本当に農業をやっている方とウェブでつながって、そこから教えていただくっていうのは考えています。わかりました。はい。はい。よろしいでしょうか。ですね、まあ、なんと言いましょうか、話を聞いていて、はい、ちょっとやはり何かもやっとするというか、ところがありまして、はい、これはまずお米の生産量を上げたいというんであれば、田舎で宮殿の畑を耕せばいいと思いますし、はい、まあ、カオスキッチンという言葉も出てきましたが、はい、カオスキッチンであれば、何か水田にこだわらず、いろんな畑を作った方がいいのかなとも思うんですね。はい、あと、まあ、何かこう食のシナジー効果みたいなのを期待してやられてるのであれば、はい、渋谷じゃなく109じゃなく違う場所っていうのも設定できたと思うんですけれども、はい、なんていうか このプロジェクトで一番やりたかったことというのが何かというのを改めてちょっとお聞きしたいんですけども、はい、そうですね、まあ一番やりたかったのは、まあ、単純に僕がお米好きなんで、米に関わることをしたかったっていうのが一番大きいんですけども、最初は都会のビルと水田を引っ付けたいっていうのが一番のモチベーションで、はい、その他の説明はなんか後付けに聞こえたんですけど。ああ、でも後付けっていうわけでもないんですけど、本当に最初は福井にお米の、まあ、タワーみたいなの作ればいいんじゃないっていうのは思ったんですけど、まあ、それだと本当に面白くないですし、その都市足す農業っていう、今後の将来的なモデルケースがあるっていうのも、ちょっとやってみたいなっていうのはあったので、っていうのと、あと、もう一個あるのは、現在、そのアーバンファーミングとは広がってはいるんですけど、水田をやってる例っていうのはあまりなくて、水田を作ることで、先ほど言いました、その水田の効果、水があったりとか、食料があったりとか、視覚的な効果があったりとかっていう
そういう他の畑ではあまりないような効果っていうのがありますので、都市で水田を作りたいっていうのは思っていました。はい、わかりました。すみません、ちょっと1個だけいいですか。はい、すみません、短めに。僕、なんか面白いなと思って聞いてはいるんですけども、1点だけ教えてほしいのは、はい、まあ、こういった水田と建築をここなんでしょう、一緒にするっていうのはなかなか今までないような試みだと思うんですけども、はい、この計画をしたことで建築の形ってどこが一番変わったのかなとか、なんかどっかポイントがあれば、どういうふうに建築がこう水田を入れ込むことで変わったのかなとか、なんかポイントがあれば、ちょっと短めに指摘していただけると嬉しいな。そうですね、まあ、一番大きかったのは、どうしても水田は水平面が出てくるものなので、立面的な上下の関係性はちょっと作りづらかったなっていうのはありますね。作りづらかったか、どうしたか。作りづらかったので、メインパースを見ていただくと、ちょっと出してはいるんですけど、その棚田の段差っていうのを前面にファサードに出してくることで、かつその水を今、前面に流している状態でして、こういった、まあ、上下の感覚、まあ、関係性を見つつ、まあ、その平面的なその水平面があるって、そのデザイン的にその壁面のデザインで水平面を出すっていうのをちょっと入れ込んではいました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、時間になりましたので、これで終了します。はい、ご投稿ありがとうございました。ありがとうございました。感情トリガー装置、金沢工業大学の松島です。よろしくお願いします。人生には爆発的に強い感情が湧き上がる状況があります。父親が我が子の誕生に立ち会うとき、とてつもない幸福感に満たされます。その一方で、我が子を養っていく重圧や不安のような対極な感情も生成されるのではないでしょうか。こうした爆発的な感情と同時に喚起する対極的な感情こそが、人が人らしく生きていく源泉となり、私たちの営みに豊かさをもたらしているように思います。そんな爆発的な感情を A 面、それに内在する対極的な感情を B 面と定義し、人の豊かな感情を喚起させる装置としての建築を模索することを目的とします。感情トリガー装置を生成するための4つの実験方法を示します。まず、私の記憶に基づいて感情マッピングを作成し、5つのプログラムを選定します。その後、感情心理学をもとにしたアンケートを行い、分類しました。その結果、特定の感情が最も強く喚起するビルディングタイプとして、結婚式場と葬儀場という二項対立的なビルディングタイプを感情トリガー装置のケーススタディとして行います。実験方法4では、感情生成要素を実際に人が作る映画、アニメ、ドラマなどから収集することで、身近なもの、ことの中に潜んでいる感情トリガーの種を空間の手がかりとします。感情の二面性を考えるにあたって、過去の歴史や周辺環境によって、その場所に A 面と B 面の感情が混在している敷地でのケーススタディを試みます。敷地は東京都渋谷区千駄ヶ谷トンネル上です。この場所は先住院という寺が所有する墓地が都市計画道路をまたがり、浮遊する形で存在しています。東京オリンピックという超絶ポジティブなイベントによって、都市計画道路が敷地中央に通され、市の象徴である墓地は切り通しとなりました。このような A 面の感情と B 面の感情がぶつかり合った敷地を本提案の敷地として選定します。具体的な敷地に感情が根付くまでの経緯は資料の01から07をご覧ください。具体的な感情トリガー装置の成果です。既存の敷地は敷地の変遷によって3つのレベルのスラブに分かれています。感情が喚起するきっかけとなった現在の都市計画道路の軸を境に、先住院の本堂側を葬儀場、反対側を結婚式場として配置し、実験方法4の感情サーベイで得られた要素を空間に落とし込んでいきます。そうすることで、結婚式場と葬儀場が持つ A 面の感情と B 面の感情を反転させながら、互いの儀式のクライマックスへと向かっていきます。具体的に平面図を用いて説明します。地下1階平面図では、当時の埋葬形式で土葬部分に新郎新婦の動線を設け、感情サーベイ FIG01 の要素を用い、空間を構成します。こちらが模型となります。死と隣り合わせに結婚という幸せを味わうことで、A 面と B 面が反転します。地上2階平面図を見てください。ここでは新郎と新婦を分断し、新婦が両親に別れを告げる部屋となります。ここでは感情トリガーサーベイ FIG23 の要素を用い空間構成し、
大きな壁に開いた空間からは葬儀の告別式を合わせ鏡のように配置しています。そうすることで新婦と新郎の両親は、葬儀の悲しみ、辛さなどの感情を喚起させ、葬儀側には結婚式というエネルギッシュな A 面の感情を与えます。考察です。建築とは A 面の感情と B 面の感情が同時に存在し、反転を繰り返しながら生きていく人間にとって、理屈ではない人間の人間らしい営みを生成することができるのではないでしょうか。感情トリガー装置発動終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答をお願いいたします。ちょっと質問になるかどうかわからないんですが、感情を2つに分けて、そこから建築を考えていくっていう、その、なんていうかな、出発はすごい面白いなと思って、それが結婚式場と葬儀場かっていうところでちょっとびっくりしちゃって、例えば自分の親戚の人の結婚式と葬式がここで行われるとして、君はどういう気持ちになるんだろうっていうのをちょっと聞かせてほしい。僕は、小学生の時に、僕の祖母が亡くなって、その3日後ぐらいに、おばの結婚式が行われたんですが、その時に、僕はすごい、悲しい感情がすごい強くて、でも結婚式場っていう場所っていうのは、すごい強い、A 面というか、強いポジティブな感情によって、すごいその儀式が行われて、すごいその時に僕は、やっぱ悲しい感情ってものは抑えきれずにそこにいて、で、無理やりそのポジティブなものに押し付けられたというか、そういう、あれがあって、っていうように、その結婚式場と葬儀場っていうプログラムに関してで言いますと、結婚式場の方は、葬儀場のものに、B 面っていうか、ネガティブなものによって、ポジティブなものではなくて、シークエンス的にネガティブなものを挟むことによって、最終的なポジティブが強くなったりとか、で逆に、葬儀場の方は、ポジティブなエネルギッシュな状態を与えてもらえるっていうような状態が、人間らしく、その感情が2つ同時に存在しているっていうので、僕は人間らしくて、それが豊かなのではないかと考えています。それはすごくよく分かって、その人間に2つの気持ちがあるっていうのはすごいよく分かるんだけど、同じ場所で空間として隣接して窓が開いとかなきゃいけないっていうところが、なんていうかな、に対するその、なぜ空間として一緒にいなきゃならないのかっていう、そこに対しての、重い説明をがあれば。空間と一緒になるんです。空間と一緒にならなきゃならない。その2つの空間が混在してる意味っていうことですか？うん。はい。やっぱり結婚式っていう、その状態っていうのは、例えばお父さんとかであれば、やっぱり娘に対して、喜ばしいっていうか、そういう、祝ってあげたいみたいな、ポジティブな、今まで通りの結婚式場の感情の中に混じっている、反対の感情っていうものを、やっぱ結婚式場っていうもののプログラムと形態だけでは、発揮、そういう空間っていうもののよりどころにはならなくて、やっぱりその子に、葬儀場のために作った空間っていうものを、この人たちにのために使ってあげるっていうか、この昔も結局、結婚式場と葬儀場っていうのは1個の建物で昔はやってたんですけど、やっぱそれって別々に儀式が行われるので、1個の空間に対して、2つの儀式が、
2つのプログラムに対して、この2つに建築を与えることによって、その2つの感情が喚起できるっていう、この混在させないと結局1個 の, 建あの感情しか喚起されないっていうのがあると思ったので、2つ用意しています。すみません、最後はコメントなんですが、もしかしたらこの後に君にコメントする機会がないかもしれないので、言っとくと、二つの感情があるっていうのはすごいなんか面白い着眼点だなと思って、例えばこの結婚式でも、すごい嬉しいけど、ふっとこう、娘が旅立っていく、そう、悲しい気持ちになるお父さんはなるかもしれない。その時に、その気持ちにこう、寄り添えるような空間が一方であったらいいんじゃないかなっていうふうに思って、なんか結婚式場の中にもいろんな、こう、大部分はみんなで祝福する空間だけども、その一方でこう一人自分の寂しさに向き合える空間もあったらいいんじゃないか、そうやって考えてみるっていうんだと、まだ、なんていうかな、こう、理解っていうか共感ができるかなという気はします。これは、すいません。質問じゃなくなっちゃったんです。はい。はい。はい、質問いいですか？はい。なかなか、理解をしようとしてもなかなか深いんで、理解が足りないんで、細かいこと聞いてもしょうがないようなところもあるんですが、一応教えてください。はい。まず今ね、僕、君のまず分析の中で、まあ、こう、結婚式場とか葬儀場が昔は同じ場所で行われていて、いわゆる人が集まってセレモニーを行うっていうところは、同型同質の空間でコマンドはできるはずだと。だけども、それが、まあ、当然時間を分けて、使い分けるから、それぞれが同時存在することはできないよと。で、君の施設の中では、葬儀場と、まあ、結婚式場を併置してるんですよね。さっきから混在ということと併置という言葉をちょっと、それこそ混在して言葉を使ってらっしゃるんで、ここ明確にしてほしいんですけども、同時にそのセレモニーが行われたときに、それぞれはどっかでこう、なんか見る見られる的な関係での接触はあるけれども、別にその行為がなんかどっかで混在するということは別に想定してないんですよね。いや、知ってるんですか。混在するんですか。最後の、最後というか、その、最後の一番上に飛んでる模型、ちょっと見られたかわかんないんですけど、一番上に飛んでるそのボリュームっていうかは、最後そのみんなでそのご飯を食べるような場所としてあって。あ、これは何？結婚式の人も葬儀の人もみんな一緒にこの場所を使ってご飯食べると。なんですけど、その先端のその模型の、今これ新国立競技場の方に向いてる細長い方は、新郎と新婦の、まあその新国立競技場っていうのをポジティブと捉えると、違うその新郎と新婦のための2人のまあ最後の、最後が別にその残酷に結婚式場の人がネガティブに終わってしまってほしいっていうわけではなく、その、この上はでは、はい、一緒にご飯を食べる場所。まあ、とにかくじゃあ、セレモニーはある程度は分断されてるけど、最後にこういう出会うようなところ、混在する場所がちょっと君の方で用意されてるっていうのは、まあ、簡単に言うとそういうことなんですね。はい、あと、もう一つ聞きたかったのは、あなたが何かこう、絵画みたいなものからサンプリングしたという言い方がいいのかわからないんですが、空間モデルみたいな部分モデルがあって、それをこう集積して、この建物にしてるという理解でいいんですよね。それでいいんですよね。あ、そうですね。はい、その敷地のコンテクストと、まあ、その2つ、その感情の、その、そうですね、サンプリングしたものによって集積して、それをこう混在させて、一つの造形にまとめ上げているのがこの作品であるという言い方で理解でいいですね。はい、ありがとうございます。なるほど。どうぞどうぞ。あ、いいですか。すみません。プレゼンの中で、この葬儀と、葬儀と結婚式を同じ空間で、そのやる場所がすごく似てる。結婚式と葬儀がこう、真ん中に祭壇があって、こう、並んでる。これ似てるっていう話があって、はい、この辺って最終的な建築でどういう風に昇華されてるのかなっていうところをもうちょっと聞かせてもらえたらなと思うんですけど、そこはその似てるっていうものに関して最後の建築とはあまり関わってはないんですけど、その似てるっていうことは、既存の建築で似てるっていうことはそもそもおかしくて、その結局結婚式場の方も葬儀場の方も同じ形態っていうか同じような形式の建築で作っているということは、まあそのまあいろんな儀式のためっていうかやりやすいとか機能的なものはあるのかもしれないんですけども、その感情に対しては全然その配慮ができてなくて、結婚式場の方も
全く別々な感情を持っている、対極な感情を持っているにもかかわらず、まあ、同じような平面計画を持っているということは、そもそも僕の中では、まあ、結局建築を作っているときに感情ってものは、まあ、あまりその関係させてないというか配慮してないんですよねっていうので、そこに挙げています。なのでその最後の建築とその空間の話は、空間というかその真ん中に中央に分かれててっていうのはそんなに影響はないです、はい。で、その、葬儀、要はこれってチャペルとか告別式とかやるような空間だと思うんですけど、はい、それって、最終的な建築物でどこに出てるか、ね、ちょっと僕、面が読み切れてないのかもしれない。平面図、チャペルはこの今表示されている、この地上3階のこの部分ですね。地上3階の60番で、その点線が書いてあるところに葬儀の人たち の骨を収骨室の後に移動する動線として上にギャラリーを設けてます。あ、そういうこと。はい、わかりました。すいません、ちょっと1点だけよろしいでしょうか。はい、すいません、ちょっと細かい質問になってしまうんですけども、はい、地上2階平面図、はい、地上2階で先ほどなんか新郎新婦がお墓の横を通って、別れた後に多分ですね、この27番というところに来ると思うんですね。37番で、ここで感情トリガーというのがあって、この列柱の感情トリガーというのが、あの建築図を見ると、あ、はい、なんか不安にさせた後に楽しい感情になるみたいなことが書かれていたと思うんですが、その後に38番の新郎の逃亡動線っていうのがあるんですね。はい。これがどこかっていうのはちょっと知りたいんですけど。あ、38番のこの新郎逃亡動線。38がないんですよ。あ、すみません、書いてないんですけど、この。あ、そう、書いてないんだ。あ、書いてありますか。あ、書いてあります。数字自体は書いてないですね。すみません。この、数字が書いてない、ね。この円のところのいっぱい丸が打ってるところから、その周辺の建物に直結する道路。はい。っていうか、そこに逃亡できるんだ。から、はい、周辺のビルのバルコニーから降りる。これはやっぱりやめようと思った人の動線なんだ。あ、その、まあ、覚悟がない人。そのためのトリガーでもあるってことなんですね、33番が。そうです。その人たちの、まあ、逃げ場というか、まあに、はい、そうですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。ちょっとすいません、また質問してもいいですか。ちょっとだんだん興味が湧いてきて、面白くなってきまして、葬儀場と結婚式っていうのは、A 面、B 面で、分けて、結婚式場は全部その、幸せな気持ち、葬儀場の方は悲しい気持ちっていう形で計画したのか、それともその結婚式場の中でも、その、人の感情にいろんなこう抑揚があって、それに対していろいろこう、感情トリガーをこう計画していったのか、そこの違いを教えてもらう。まあ、大きく分けてネガティブとポジティブっていうものに分けると前者の話ですが、まあ、僕が狙ってるのは後者です。で、計画してるのも後者だと。後者の話。なるほど。わかりました。よろしいでしょうか。はい。では、松島君、ありがとうございました。